悩める子羊のレスナーさんに電話をつないで正論で解決しているんですが今日はたくさんの悩みが来ているので一人だけに正論を浴びせるのはもったいない。ということで様々な悩みをりょうくんと正論の刃で一刀両断していこうという新感覚お悩み相談コーナーです。いや 普通じゃないかこれ普通,なの <laughs> 普通ののラジオのコーナーナなんだよね <laughs> これめちゃめちゃ普通のことですね。さらに今日はせっかくスーパーバリ、ー人生経験豊富な高岡さんもいるということで高岡さんにも一緒に解決してもらおうと思います。<laughs> ということで早速悩める子羊たちを一刀両断していきましょう。ラジオネーム、花子さん。 動画の皆さんこんばんは,んばんは私は名古屋の大学に通う女子大生です突然ですが私は大谷翔平さんと結婚したいんです<う>あの大きい体でホームラン鬼のように打つのに笑顔とか仕草が可愛いなんて好きになるしかなくないですか、うん、そこで大問題です私は英語が喋れません大谷翔平さんと結婚したら確実にアメリカ生活ですよね勉強するべきかなと思っていたら大谷翔平さんも英語は勉強あんまり得意でないらしいので英語を置いといて家事を完璧にした方がいいのか悩んでいます 私はどちらを優先すべきでしょうかちなみにこれを母に話したらアメリカ暮らしは大変だから岡崎暮らしのツ也と結婚する方がいいと思うよと言われました <laughs> さあどちらがいいでしょうか亮さん大谷翔平と結婚する方ではないんですけれどもまあ家事を取るか英語を取るかということらしいですね。<laughs> <laughs> バカすぎるな <laughs> バカすぎるななんだか。 どっちですかね高岡さん今日は高岡さんいるからなんか僕らしゃべる必要ないかなってなんですか <laughs> こんなも、ね、僕がしゃべる必要ないよ二人でもやっていただいていだってもう人生の大先輩がいるわけですからねちょっとあの持ってこられたこの二択がちょっとチョイス間違ってるかもしれないですよねであえて選ぶんだったら僕だったら英語を選ぶかなって思いますほう<ー>それは何かどうしてやっぱり出会える場が 多分一番必要になってくると思うんですけれどもあんな方と出会えるチャンスなんかほぼないじゃないですか、うん、で家で料理やってても多分出会えないと思うんですなるほどで英語をめちゃくちゃ堪能になってそういう仕事に就いたらもしかしたら出会うチャンスができるかもしれないなるほどそうなると英語を勉強すべきだと僕は思っておりますおっしゃる通りそうですねまあ最優先はどちらかというと英語なのかもねちなみにでも哲也と結婚する場合だったら英語は、まあ、全くもっていらないですもんね,そうですねあの 非常にね、助、ね、かるんですけど、まあでもね、大谷翔平さんと比べた時の哲也のなんかちっぽけさ、やばかったよな、今ね。哲也 <laughs>、ね、も頑張ってますよ、けど、なんだけど、クソ雑魚に思えてしまってよ、結婚できるんじゃないかって思いましたもんね, <laughs> ね。いや、大谷は無理だよって言哲也 <laughs> なら、なんか、うん、まあまあまあって思っちゃう、なんか <laughs>、えー。続いていきましょう。えー、匿名教さんですね 以前東岡崎駅の満腹屋前でメンバーの皆さんに遭遇しました。うん、プライベートのところに声をかけていいか分からず、あんまりジロジロ見てもいけないと知らないそぶりで通り過ぎてしまいました。うん、せっかく東海オンや聖地巡りキップで広島から遊びに来たのに、今さら声かければよかったとモやモやしていますあ,<ー>、はあ、この方どうすべきだったんでしょうか、両さん。一等、両断お願いいたします。声をかけとけほほう。いや、声かけ、プライベート中でしょうん。仕事中のんかかけちゃダメじゃん。 まあね、プライベート、ね、中かけていいでしょめんなさいプライベート中にって声かけてくる人いらっしゃいますけど <laughs> いや仕事中だったら本当ダメだよって <laughs> ね,ねいつも言うもんね、うん、次こんばんは柴田になりたい女子大生と申しますやめといてけや,いい、ね、やめたっけ、えー、私の切実な悩みを聞いていただきたいです東海オンのリスナーさんとよくお話しするんですがどう考えても奈良県民の身分が低いです。 仲良くなると毎日鹿で学校を投稿してるんでしょとバカにされますしかもこちらとしても本当に鹿しかないのでいつもいやこちとらでっけえダイソーとかイオンとかあるしとしか対抗できませんしかし私は奈良を PR したようですどのように言えば寺と鹿に魅力を感じてもらえるでしょうか、えー、言葉遣いが素敵なリョーくんなら他県の PR も素敵にできるのではないでしょうかぜひ奈良県の PR よろしくお願いします奈良の PR <laughs> 奈良ね奈良はやっぱあれですよねその僕らもね 過去にお土産を集める企画やったんですけど、うん、その時は素敵な歯ブラシに出会って <laughs>、ね、セブンイレブンさんで売っててね歯ブラシに出会ってす、まあ、素敵な歯ブラシを作ってる会社であと大仏があるかなあと鹿があるかな <laughs> その動画の中でちなみにあの何て言うの奈良県なさすぎて消えてたわね奈良はクソ <laughs> あんな理不尽なことはねやばい。 いやでもその奈良のね歯ブラシを作ってる会社さんなんかあの僕たちがね「奈良はクソだ!」って言って歯ブラシコンビニでね売ってる歯ブラシ裏見て「わ奈良で作ってらこれもうこれでいいや」奈良のお土産に行って,言ってね持ってって「これだよ奈良」なんて出しただけなのに「動画で紹介してくださってありがとうございます」って言って「めっちゃ歯ブラシ送ってくださってねそう毎年ね <laughs> そ,うそ,うそ,うそろそろなくなる頃かと思いまして」って言ってちょっと200円ぐらいするリッチな歯ブラシ送ってくださるんでね他のね都道府県結構ポジティブなこと言ったのに唯一と言って いいほどネガティブなこと言った奈良県からだけしか来てないからね、うん、そんなお便り <laughs>、ね、<laughs> はいもうえー、っと何ていうけエビスエビスさんでしたっけエビス株式会社みたいなっていうところね歯ブラシさん本当にすごくいいのでねうもう愛用しております私も皆さんもねぜひねえー、エビス株式会社さんかな、うん、のね歯ブラシを買ってです、ね、奈良県にあのもけさせてあげてほしい。<laughs> <laughs> えっ高岡さん出身兵庫でしたっけ？そう兵庫の姫路っていうところですね。じゃあ奈良とは近いじゃないですか？近いですね。僕奈良逆にすごいと思ってるんですけどね。いやすごいと思いますよ。えー、なんかあのめちゃくちゃ歴史ありますよね。そう歴史もあるし、なんかあの小学生とか中学生とか修学旅行で結構行かないですか奈良に？小学校の時に行きま,行きますよね。<laughs> だからその世代っていうかまあ全世代だと思うんですけど共通の思い出がある町ってあそこぐらいしかないじゃないですか。あもう選ばれた町しかないじゃないですか。確かに。ほうほうほう だから誰と会っても奈良行ったみたいな会話ができるっていうのはすごいストロングポイントだと僕は思いますけどね。でもそれあれだな奈良県民からするとそんなに思わないところなのかもねか逆に普段、うん、い普段いる場所すぎてねそんなも、ね、あのどんな人にも通じる場所だって思えてないのかもしれないですよね。 じゃあもう奈良の街の人たちはあの奈良ユーチューバーをプッシュするべきかもしれないですね。<ー>奈良ユーチューバーね。<laughs> もしかしたら空いてるんじゃないですか。奈良枠。奈良 Wi-Fi 通ってない。<laughs> やばいやばいやばい。わ <laughs> か <laughs> るま <laughs> 奈良ユーチューバーチャンスということでございますね。ラスト、ええー、ドールルさん、ある悩みを解決していただきたくメールをお送りしました。その悩みとはセフレが私の家に置いていた服を捨てられないことです。ほう 彼とは遠距離で彼が関東に遊びに来た時家に泊めていました最後に会ったのは約2年前コロナの影響で会うことがなくなりもともと会う時しか連絡を取っていなかったため2年ほど連絡を取っていませんもともと人にもらったものをどんなに必要がなくても捨てられない私わしは人のものです捨てられるわけがありませんでもめちゃくちゃ邪魔なのです彼の住所は分からず LINE も消してしまったため連絡を取ることができません勝手に捨てていいものなのでしょうか もしよければさっさと捨てちまえとズバッと言っていただきたいです勇気を出して捨てられる気がしませんもしくは他にいい処分方法など思いつきましたらお教えいただきたいですよろしくお願いしますということですがりょうさんこちらいかがでしょうかさっさと捨てちまえ <laughs> それゃそうだろう <laughs> 何言ってんだりょうさんはセフレのものとかさっさと捨てるですかセフレいないですけどセフレセフレセフレのものをさっさと捨てる <laughs> 難しいなセフレいないからなちょっとわかんないですけどでもその立場なら余裕で捨てますね 虫さんこそだって断捨離をじゃないですだってだってなんで捨てたのって言 <laughs> ったら「買うわ」って言っていや「新しいの買えばいい」<laughs> そうそう。<laughs> なんかその考えあ,あっちゃうんだよこれはもういらないなっていうか、うん、もしかしたらまた使うかもしれないなと思ってもその時に買えばいいやって思ってしまう,、うん、う新しいものを。 ちょっと相談するのが共感できない二人で申し訳ないですけど、ね、高岡さんはどうなんですか？高岡さんはセフレのどうしてセフレはもちろんいない手で話しますけど、手って手って言うとおかしいですね。い,まあ、いないんですけど、手手じ,じゃない、まあ、今はいない、ね、今,今あの過去の話ですよ。もう本当虫眼鏡さんと同じ意見ですね。もう病で捨ててなんか言ってくるんだったらお金投げつけてやる、ね。<laughs> <laughs> いや、三人同じ考えだった。哲也とかね、すごい取ってく人だから。そうね、なんかここ、人によってもね、意見分かれるところだけど、マジで理解できない。もん思い出というものに、あまり価値を感じないので、僕は。でも、高岡さんがセフェレいないっていうのは意外でしたね。なんでですか。なんでですか。高岡さん、今、あれなんですよね、その。岡崎に住んでらっしゃいますよね。そう、これについて話してもらおうと思ったんですけど。実はね、あの。 株式会社ってもちろん東京はね赤坂にありますけれど高岡さんはなんと小崎に家を借りて小崎に住んでいるんですよ偉いのに転勤してきました本当ちゃんとでもまあもちろんそのウームの中でもすごい偉い人統括ですからねたまに戻ったりしてるわけじゃないですかそれでもちろんもう終電なくなっちゃったから泊まることもあるじゃないですかそれはいるやろセフレって思ってたんですよいやいやいやいないですよ全くいないですだ出会いがないじゃないですかあってもしないですよあってもしないんですけど そんなこと1ミリもなかったですねでもアホみたいにってますよねいやモてないですけどねいやちょっと間があったな、うん、いやモてあのどうなんですかき合いがめちゃくちゃ悪いんですよ僕<う>ご存知の通りかもしれないですけど<ー>飲みに行くとか遊びに行くって恋しないんですよ家っ子なんで本当に自然な流れでもお風呂に一緒にいてくれないですからねそう,そうですね恥ずかしいんで <laughs> もう1秒でも早く家帰るっていうタイプなんで過去にチャラいな俺って時ありましたいやあ 遊んだなあの時ってもう本当に一瞬だけもう営業の仕事しててクライアントのとこ行ってあの仕事を取っていくみたいな仕事をしてる時は本当に周りが体育会系ばっかりで、うん、もうクラブどんどん連れていかれて、うん、でその社長がビップ席に座ってお「女連れてこい」みたいなこ <laughs> と言われてナンパしに行くみたいなのはありましたけど<ー>その時だけですかねなんか。 今風の遊びしてたっていうのは。えその時にラッキーってエロいことしてたりとかもないんです。かいや、全くないです。あの酔っ払ったの見計らって逃げ出してましたもん。クラブから。ええ、なんでこんなこと言うの、この人。お二人じゃん。え、どんだけ持ってたんです。いや、持って、いや、もう。だってさ、ウームの社員さんなんて結構ね、若い子とか、き、ね、綺麗な女の子とかいますけど。多分、高岡さん、高嶺の花ですよ。 ほ本当にそれはないですあのあのよくあるんですけどいい人いたなと思ったら多分こっそり連絡取り合ったりしてるんですよ社員同士でももちろんそのアクションゼロですからね本当にいやだから高岡さんなんかに「あんた言っちゃダメだ」ってバカかってよくあるじゃないですか少女漫画とかで「何々新霊隊」みたいなんかで作られてたりするじゃないですかそれで高岡さんには「ダメだよ手を出した」っていうのあるんじゃないですかあるんだろうないや本当に全くないです全くないです でなんかこの人なここがちょっとなっていとこない,ことな,い,な,いないないえ普通になんだろう客観的に見て本当に悪いとこないというか自分が女ならね、まあ、本当にいい男だなって思う、うん、顔よし、うん、ね仕事できる性格もね、うん、物腰柔らかくて、うん、ねすごくいい人だとしかも遊ばないどこにモテない要素があるのか <laughs> 本当だよない ただ1個だけ自慢だけ置いていっていいですか1個<あ><あ>だけ置いてるじゃんサクッと終わりましょう社会人1年目の時にあのバレンタインであの冷蔵庫パンパンのチョコ入ってました <noise> 以上寮のモヤモヤを一刀両断水高岡のコーナーでした空振り三振試合終了肉球打った伸びるそのままスタンド飛び込んだ打ちましたルーンと打球伸びていく入ったダウン・ウィホームランドラゴンステーション・東海ランドラ